アフリカネーションズカップはアフリカサッカー連盟が主催するナショナルチームによるサッカーの大陸選手権大会である。基本的に2年に一度偶数年に開催されてきたが2013年の南アフリカ大会以降は奇数年開催になる。また他の大陸選手権大会と同様に優勝国は FIFA コンフェデレーションズカップへの出場権が与えられて いたが、2年に一度の開催のため2008年までは、10年開催の大会の優勝国、2013年から2017年までは、コンフェで開催年の優勝国に出場権が与えられた。アフリカのナショナルチームのチャンピオンを決める大会で、基本的に2年に一度開催されてきた。現在、アフリカ諸国にとっては、FIFA ワールドカップに次ぐ重要な大会となっている。しかし、 大会に一度は FIFA ワールドカップ本大会の約半年前開催になり FIFA ワールドカップ出場国への悪影響が指摘されてきたそこでカフは2010年5月15日にエジプトの首都カイロで理事会を開き2013年以降は奇数年開催とすることを決めた2014年にはリビアでの開催が決まっていたが これを1年前倒しで2013年に行い、以降は、奇数年開催となる。1957年に、第1回スーダン大会が開催されたが、大会にエントリーしたのは、エチオピア、エジプト、南アフリカ、スーダンのわずか4カ国だけで、このうち南アフリカは、当時のアパルトヘイト政策により人種混成チームの派遣を拒否したため、カフから出場停止にされた。 最終的に3カ国で大会を実施し、エジプトが決勝でエチオピアを4対0で下し、初代王者となった。アフリカの都市と呼ばれた1960年には17カ国が独立するなど、アフリカ大陸で相次いで植民地が独立し、カフカ名国が急速に増加。1968年の第6回エチオピア大会から予選が行われるようになった。 この第6回大会から1990年の第17回アルジェリア大会まで8チームで本大会が開催されたが、1992年の第18回セネガル大会と1994年の第19回チュニジア大会は12チームに増え、さらに1996年の第20回南アフリカ大会から現行の16チーム参加となった。 アフリカからの出場国が FIFA フフワールドカップや夏季オリンピックで好成績を収めるようになった1990年代以降注目度が上がっておりヨーロッパのクラブのスカウトにとっては絶好の選手発掘の場となっているアフリカという大陸の気候の特性から大会は1月から2月にかけて開催されるがこの時期はアフリカ人選手が多く在籍するヨーロッパのクラブにとって UEFA チャンピオンズリーグの決勝トーナメントが開始され、国内リーグも佳境に入る重要な時期である。この時期に選手を貸し出すことになるため、アフリカ人選手が在籍するクラブからは、大会日程に対する不満の声が少なくない。しかし、ビッグクラブの主力選手でも、クラブでのプレーを優先するという理由で、大会参加を辞退することは、ほとんどなく、本大会が、 アフリカ人選手にとって大きな権威を持つことが伺える。全体の客中及び結果の中、東部オフィシャリーディスクオリファイドフロム、アフリカカップオブネーションズ、英国放送協会、2019年7月20日閲覧、カフテイクアフカンアウェイフロムリビア、ニューズデー、2011年9月21日閲覧、オレンジキャン2013クオリフィケーション、 プロシージャーズドローリザルツフォーザクオリファイアーズ、リリースド。アフリカサッカー連盟。2011年11月7日閲覧。ネーションズカップの開催国変更へ、モロッコは、出場資格も剥奪。アフップ部、2014年11月12日閲覧。イコートリアル、ギニーデジグネーテッドホストカントリーオブオレンジアフカン2015。アフリカサッカー連盟。 2014年11月15日閲覧。サウス、アフリカリプレイス、リビアーズ2013ネーションズカップホスズ。BBC スポーツ、2015年2月8日閲覧。カマルーンストリップドーブホスティング2019、アフリカカップオブネーションズ。フランス24、https、www.france24.com、en。 2018万1130カマルーン、ストリップとホスティング -2019 アフリカ、カップネーションズ2019年2月20日閲覧。D、デーフォー2019アフリカカップオブネーションズホスカマルーン。セウェーテンライブ、https、www、セウェーテンライブ、CO、ザ、スポーツ、サッカー、2018から11から 30D で、 2019アフリカカップオブ・ネーションズ・ホスツ・カマルーン、2019年7月20日、閲覧。エッチルズ・ダニエル・エジプトネームドアズ・ホスツ・オブ2019アフリカカップオブ・ネーションズ。https www.insidiousgames.viz.articles1073977 エジプトネームドアズ・ホスツ。 オブマイナス2019アフリカカップオブネーションズ2019年7月20日閲覧。ありがとうございます。